満車のトラック用、ディーゼルエンジンエンジンは、以下の用法がある。など。語源は、ラテン語のインゲニウムで、生まれながらの才能、賢さを意味した。1300年頃のフランスでは、エンジンと表記し、能力や、賢さに加えて、戦争に使われる機械の意味でも用いた。後に、仕掛け、器具、機械を指して用い、18世紀以降は、 エネルギーを動力に変えるものとして用いる。18世紀はエンジンの典型が蒸気機関であったことからエンジンはすなわちスチーム、エンジンに同意で、同様に現代もエンジンは自動車で使用されるエンジンを指すことが多い。ファイヤーエンジンはポンプを備えた消防車を表す。現代の自動車のエンジンは内燃機関である。このページは曖昧さ回避のためのページです。 一つの語句が複数の意味、職能を有する場合の水先案内のために異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたらリンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。